どうも、小瀬です。海外で流行ってるっぽい 3D ローズをやってみました。全部100均で揃うものでやってみました。うまくいかなかったところもあるのですが、実験なので多めに見てね。ではスタート。パレットを用意します。今日はセリアのレッドを使ってみます。それからセリアのミルキーホワイト、この2つをパレットに乗せます。早くもここで失敗。ネイル全体にミルキーホワイトを塗っとけばよかったと後になって思いました。でも実験だから許して。レッドで丸を描きます。これがバラの中心になります。ハンディライトで仮硬化します。5秒くらいかな。キャンドゥのハードラインジェル、これを少し盛るようにして丸の上に置いていきます。少々はみ出ても OK で仮硬化。ミルキーホワイトと赤を混ぜて少しだけ薄い赤を作ります。これをさっき描いた丸の外側をたらこ唇のように置いていきます。で仮硬化。ハードラインジェルを上にのせます。で仮硬化。これを何層も何層も塗っていくのです。また少しミルキーホワイトで赤を薄めてたらこ唇描きます。あ、今度はたらこ唇じゃなくって眠そうな目に見えますね。えらい充血しとるわ。仮硬化します。そしてハードラインジェル。だいぶぽっこりしてきました。でまた少し薄いピンクを作って塗っていきます。この唇やらまぶたが後になって花びらの一枚一枚になるんですけど、花びら一枚一枚だったら2枚描くだけでいいのかなと疑問に思ったんですが、2枚ずつでいいと思います。はい、さらに薄めるよ。だんだんまぶたを大きくしてってます。もうそろそろ花びらっぽく描いた方がいいかなと思い始めました。結構バラっぽくなってきた。この混ぜる作業といちいち硬化するっていうのがちょっと面倒くさいかもしれませんね。花びら描きます。お、だんだん大きくなってきたので、ハードラインジェルの筆だとちょっとしんどいな。そしてミルキーホワイトも足りなくなってきた。付け足し。おっきいおっきい花びら描くよ。わお、こんな大きい範囲に。ブラシ頑張れ。これだけ大きくなってきたら、もう普通のライトで硬化します。
もうそろそろ終わろっかな。これが最後の花びらかな。ハードラインジェルではもうしんどいので、ワッツのノンワイプトップコートを塗ります。このジェルは100均のクリアジェルの中では結構粘性があって、しかも黄ばみが少ないのでこれにしました。海外の動画を見ると、このままどん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 花びらを付け足していって、ジェルを埋め尽くすぐらいに塗っていくんですが、私はこれぐらいの大きさのバラにとどめておきたかったので、ここでミルキーホワイトを塗ることにしました。これが塗りにくかった。そしてムラムラ、一番最初に全体にミルキーホワイトを塗るべきだったな。どうしてもムラになっちゃうな。で、苦肉の策、ジェリーホワイトでどうにかできんか。お、バラのところがなんか綺麗にぼやけていい感じじゃない。ここで未硬化ジェルを拭き取ります。そしてバラがポコッと出ているところをヤスリがけして平らにしていきます。秘宝です。動画が撮れておりませんでした。もうすでにちょっと削っております。こういう風に削ったよ。で、どれくらい削ったかというと、こんな感じ。囚人球ブンブン回ってます。ファイルもお掃除して、うわー、目がしばしばする。敷いてあったティッシュペーパーを畳んで捨てます。もうちょっと削っておけばよかったかな。ちょっともっこりしてますね。こんな感じ。はい、ここで私の言い訳、実験だからいいんだよ。ノンワイプトップコート塗ります。塗った瞬間見逃さないでね。えい、わー、これ気持ちいい。おー、バラが出てきた。一応これで完成と思ったんですけど、ちょっとやっぱ白いところムラが気になるな。指にのせてみます。やっぱりムラが気になるな。ということで、これでごまかせるかな。キャンドゥのシャイニーコーラル、お、いい感じにごまかせたかも。今度こそ仕上げます。あまり深く計画立てずに、とりあえずバラだけ作ってみようと思ってやってみたんですけど、次やるときはちゃんとデザイン考えます。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。